ニコライ・イグナチェフ・ニコライ・パブロビッチ・イグナチェフ1908年6月20日はロシア帝国の政治家、外交官。1832年サンクトペテルブルクに生まれる。父のパーベルは皇帝ニコライ一世に仕えた軍人で大佐。1825年デカブリストの乱ではニコライ一世に忠誠を誓い皇帝の恩公を得た。ニコライ一世の皇太子。 アレクサンドル・ニコラエビッチ大公は、先例で、イグナチェフの恐怖を務めた。17歳で、このエレン隊の将校に任官した。イグナチェフの外交官としての経歴は、1856年、クリミア戦争の講和のため、パリで開催された講和会議から始まった。パリ会議に駐在武官として出席したイグナチェフは、活発に動き、ロト両国の境界線を、 ドナウ川下流域の周辺に設置することを主張した。1858年中央アジアのヒバハン国、ブハラハン国に派遣された。小規模の護衛をつけられただけの危険な旅であり、ヒバハンによってロシアに対する人質として拘束される計画もあったが、ブハラハンと友好条約を結び守備よく帰国した。ついでイグナチェフは、新国二公子として派遣され、北京に赴任した。 アロー戦争で英仏連合軍は北京を占領するが1860年イグナチェフの調停のもとに北京条約が締結された。同条約によって調停者であるロシアに対しても宴会衆が活上されることとなった。極東で外交上の特典を挙げたイグナチェフは1864年オスマン帝国へ行使として赴任する。 トルコでの主たる狙いは、バルカン諸民族をオスマン帝国の支配下から脱し,し、ロシアの勢力圏とすることであった。オスマン帝国でイグナチェフは、当時の大宰相マフムートネディムパシャに取り入り、オスマン政府に比較的進路的な政策を取らせることに成功したが、一方では、オスマン帝国を牛耳る影の皇帝、スルタンイグナチェフだという批判を受ける結果にもなった。 1877年、ロト戦争が勃発すると、ロシアの勝利で戦争は、終わりを9年3ステファノ条約が結ばれた。同条約によって、セルビア、モンテネグロ、ルーマニアの各公国は、オスマン帝国から独立し、また、ロシアの影響を強く受ける広大な自治領、大ブルガリア公国の成立が定められた。しかし、バルカン半島における、ロシアの勢力拡大は、 ヨーロッパ各国の反発を招き、ビスマルクの呼びかけで、ベルリン会議が開催された。ベルリン条約でロシアは、サンステファノ条約で得た大ブルガリアの領土縮小、マケドニアのトルコ返還、バイアジと地方の放棄を余儀なくされた。イグナチェフは、利権確保に失敗したことを理由に、外務省を退官した。1881年アレクサンドル2世が暗殺され、 アレクサンドル三世が即位する。新帝即位直後に、イグナチェフは内務大臣に任命された。内相としてのイグナチェフは皇帝の意を受けて反動、国家主義的施策を実施することを期待された。1881年から1884年にかけて行われたポグロムの嵐が吹き荒れるが、イグナチェフはポグロムを助長したとして非難された。 警察もポグロムに関与し、虐殺と略奪を許容していた。1882年5月直例が制定され、6月に内省を辞任した。アレクサンドル3世はイグナチェフが、ゼムスキー、ソボルを復活させ、立憲政治の導入に踏み切ることを恐れたとも言われる。イグナチェフのコパーベルは、ニコライニセイの下、文部大臣を務めた。ロシア革命後、一家は亡命し、 パーベルの子、ジョージ・イグナチェフは、カナダの外交官。その子、マイケル・イグナチェフはカナダ会議員。カナダ自由党党首となっている。ありがとうございます。